は白宮です。来ましたよ。あ、チンはないんやな。チンあるある。チンある。こんな感じで、ちょっとちゃんと置いた。あ、そんな目立たないところ。どうぞ立てようか。今日は、あ。なんで昨日はタジコの月の日だったかな。うん。おとついはビールでもいろいろ出てんのな。うん。はず。うん。よくなったらマジです。ちっちゃいやつ便利やね。これおばあちゃんこれだったし。頑張りなくなった子がもう戦時中やったから買おうとないのないの。で百姓さんはお米持って行ったらな、うん、もらはってうちらないよ、うん、ところが何かと不思議な人になった材木がいっぱい持った、うん、あのほんで自分でややこしいザラザラの木でな自分の冷やしと少し風が通ってサンサンとか作ってな、うん、好きに住んだりしたってちょっと行ったとこうちの庭の中へほんでその材木をやったよ。それで棺桶自分で作ってな子供にそして送ったの、うん、焼くのはその村でちゃんと焼いてくれて、うん、村やからな、うんうん、でも村でおじいさんやっても、まあ、町の女やからな私は、うん、どっちか言ったら、うん、で帰ってくれはってな、うん、で高かったけどな、うん、お米は4つくらいなんだけど全部作ったからなおばあちゃんでお米も、まあ、高いけど分けてくれはってさ昨日も持って行ったけど、うん、お味噌もなそれはな手作りのお味噌でな、うん、トローンとしてきたのとても美味しかった、うん、うまいそうそうそうなんでな、お子供、うん、それから、まあそれは物のない時やったけどな、うん、結構村の人が助けてくれた、おばあちゃんは、うん、まあいろいろなことがあったけどな、畑を作りゃ楽しいもんでな、うん、スイカでもこんなん作って、うん、スイカにな、あのメロン
棚作りもね、な、うん、結構一生懸命したからなったよ、うん、さつまいも、ごぼう、せやからその子おばあちゃんが200歳であんましたくない、うん、ごぼうなんてな、あの縦のごぼう、あれちょんと植えたらいいね思ってて、うん、こんだけで切って、うん、そんなバカなことないよ、種まくにある、うん、種まいて、だんだん間引きして、うん、そして一本だけにしてくれる、あー、そやな、ね、こんだけ植えたら、うん、ほんで葉っぱが出てくるやろ、うん、やぶりしよう思ってみた、そんなもんやないわいさ、こんなぐりぐりにつくねやね、うん、あれも作ったね、うん、あれは案外作りやすいわ、うん、あのこうして貼り付けてな、売ったら、うん、こんだけほど植えてたらためになるしな、だからそやけどやっぱり百姓さんちも大変なもんね、それから小麦、うん、麦踏みって言うやろ、うんうん、ずっとあれ何年ぐらいしたかな、こうして麦踏みするほどちっちゃいのが出てくるしな、ほい、うん、で、うん、あの今見たら機械洗いのこと手で絞いてな、でそれを今度粉にしてもらわない、うん、粉にしてもらうのな、寝屋川のな、寝屋川のずっと向こうまで行かんないの、その粉にしてもらうの、それをまた持って行ったの、うん、それかましてきれいだな、あれやったよ、だからそれはな、そういう時にそれでも野中は何にもせんと、うん、どうしてやったんや、うん、だけど今から考えたら楽しかったわ、野中負けた、うん、だけどよう覚えてくれた、うん。野中かって赤髪が来てん、赤髪少子、うん、軍隊の、でも家もあらへん、行かんなんかって、うん、ガーってそしたらな、どっちかの耳が全然聞こえへん、うん、で もうちょっとしてな、あとが1年ぐらい経ってたらな、でも耳が聞こえようが聞こえようが、でも引っ張ってガーって、うん、ところが野中した時はな、まだ余裕があって、うん、ちょっとで耳が聞こえへんたらもうあかん、うん、即日帰郷って言うんですよ、うん、とそれすると恥やねな、うん、日本の男子として、うん、それから真っ暗になってそーっとかって恥ずかしてそれはわーっと旗振って行かはって、うん、万歳中でもって、うん、それがもう即日調べて調べて調べたらしい、うん、真っ暗な部屋に入れてな、うん、嘘ついて嫌がる者がいるから、うん、それでほんまに悪かった右か左かどっちか。生あったかいね、やっぱね、台風の風やね、うん、子供がでもかまへんけどな、ちょっと焼いた方がいいやろ、びっくりしてくない、エコ、うん、エコ開けて、あ、いいです、はい、はい、手でいいか、うん、手でいいです、そやからな、うん、あのいつでも聞くよと言うてん、これ、うん、人間って白状やなって、あんだけ回ってこうてたのにな、うん、おいしい白子でこの頃銀杏も入れてくれたし、うん、おいしいよ、ね、このこうてるの、うん、うん、うん、でき
あずきつぶつぶ。きんつぶはこのあずきやけど、うん、ピカッと光ってんのに、うん、うちないねんな。おばちゃんのご飯食べたとかやからもうちょっと食べて終わりやけど。きんつぶさんでした。おばあちゃん、たずこを思い出したりしてはこれ見て眺めてしばらくは泣いてたけど、今はもうそんなことしてられない。これおばあちゃん昔の写真。これ大事大事ね。私とかちょっと濡れんよ。わーい。これおばあちゃんの仲良し写真。これが今のカツラナのなんたら言うとこでお医者さんしてはるして、うん、あ、お医者さんの人って言ってたね、うん、小林言ってたと、うん、今藤川さんちだけどな、うん、だからな、昔の写真だけど、うん、おばあちゃん綺麗な三つ編みや、うん、おばあちゃん毛長いやろ、うん、の中が嫌だったやな、うん、ほいで別にまたま離婚してへん時これ、うんうん、自分がすねてここ切っとか自分がつらいの、ほいで、あの茹でたらおばあちゃんのこうすすきの根引か、うん、その下のうちがここやって、これが要するに氷園の氷園の、うん、氷園のこの人のうちは400坪かな、その妄想寺家のうちがの人の家やね、うん、そこで移して、うん、でその上の方におばあちゃんの家があったわけ、うん、でこれがこれはあんたのお父さん、うん、そうやろ、うん、そうや、これタズくん、あんたのお父さん、うん、お母さん、おばあちゃんのお二人しころ、うん、懐かしい、これやんか、ほんでその場所がこの人の、この妄想地からなる場所やと思うよ、うん、田舎のものすごい、そうやったと思うわ、これお父さんよ、あんたの宇治やわ、あ、ほんまや、無事平等院、平等院やね、うん、うん、でも懐かしいわな、お父さんだ、これなんだかな、あんた似てるな、ちょっとなんだかな、あんたの赤ちゃんと、赤ちゃんってちっちゃいと似てるやん、あんたちゅうとこで通るやん、うん、なあ、うん、タズコもこんな可愛かったんや、あんた、うん、お父さんもあんたも二人、あんたとエッジ、お父さんと二人を殴られてたわ、うん、ぐらい、え、これいくつぐらい、それな、うん、これ可愛らしい写真やで、私やろそれ、うん、小学校行く前やよ、うん、おばあちゃんの時はもう幼稚園っていうのはあんまり行く人なかったからな、うん、その横の人知らんねん、どこの人これでもなんかどっか写真館かなんかみたいな、写真さ専門持ってるはって、うん、ちゃんとしたとこで撮ってもらってるから、それがこんな薄なんねんな、昔のは、うん、なんか、うん、可愛らしいで、可愛らしいな、うん、いや可愛らしい、年頃やだけどこれもおばあちゃんの一緒やったんからな、ほんで今キラクキラクって言ったらキラキラし気楽でないって言ったら気楽でないけどな、うん、まあもうおばあちゃんも満80歳やからな、81か80かどっちかそやからな謝りやし、うん、そやからもう生きてる、生きるっちゅうたって知れてるわいな、うん、そやから
おばあちゃんな40 あなたは病を見るちゅう占い師さんがな、うん、友達が言うてくれはってな、ただで見てくれはったら見ても、うん、普通で見てもたお金出さんないけど、そしたら あなたはねあなたのお母さんが亡くなられたって、しかも生きられんわって、うん、なおばあちゃん あのお母さん42ぐらい亡くなったはる、うん、なあ私40になったら亡くなんやしな、ええー、わ思ってた、うん、なもう倍生きてきたやんならんと生活考えなあかんやな、いやほんまに、うん、でもしかし未来もう生きる言うて金さん銀さんとあんなん別やって、もう生きる言うたって知れてるやんた、もうよう生きて 2,3 年やん、そやな、2,3 年生きていかれるようにしといたらいいわなったら言いながら、みんなはその財産も誰みんな家も自分の家に人が多いしな、君の塔やよいしょ、いや気の遠や、あすごい、すごい匂いする、お味噌汁のおかしを思ったらな、うん、外の歯をちょっとつまんで、うん、でシュッシュッシュッと細を刻んで、刻まんでもいいけど、まあ、刻んで、うん、しばらく水につけといたら、うん、それでもやっぱり苦味はあるよ、やっぱ吹きやから、うん、だけど苦味がいいのよ、うん、匂いがええやろ、うん、すごい、これすごかった、匂いが好きやからとして、JR 乗り換えてそのまま大阪やから、そうやな、うん、全然ずっと行ってんのか、うん、だから傘ささなあかんのだから、いや、うん、これでも吹きの塔こんなに生えたら嬉しいで、うん、よいしょ、このグッズや、グッズぐらいもらおうかな、よいしょ、お味噌汁に、うん、あ、でも 今おばあちゃん取ったやつはええよ、ええ、もうおばあちゃん好きそんなたくさん、まあ、ええ、持っていこうか、いや、だって、うん、うん、なあ、うん、頑張られ、え、ほな、これを刻んで葉っぱを水つけといて、じゃあ、ちょっと使おう思ったらな、うん、まあ、それもう綺麗になるだけ食べたらいいんやしな、うん、あれやけど、この葉っぱをな、うん、まあ、まあ、このままでもいいし、うん、ギューッと刻んで水につけとくの、水につけとくの、そしたらパーッと葉っぱもほら張るやろ、うん、そやからほいて食べるときにプッと、うん、もうほんまこんなのぐちゃぐちゃ炊いたらあかん、うん、お味噌の上やったらよ、うん、花はどうしたらいいの、花はもう花もな、この刻んでな、うん、このもう百貨店やらこのままもうちょっとこうなったやつをな、うん、炊いて佃煮にして売ってはるわ、うん、百貨店でも、うん、しかしいつはそんなもせんかってな、うん、ええと思ってるし、うん、だから葉っぱだけ取ってな、うん、でそうしておいて、うん、で家でちょっとお味噌のあれでこしらえてもいいや、うん、赤味噌で、うん、白味噌ってちょっとあれやからな、うん、赤でも八丁でもなんでもいいし、うん、喜ぶ持ってこう、匂いだ噛むだけでもいいやろ、うん、おばあちゃん匂い噛むだけでも好きやと思って、うん、喜んでんのよ、うん、これは匂いだけでも好きやから、うん、あ、でも土の匂いや久しぶりだ、ほんまに、うん、せやな、ほんでおばあちゃん
土がちょっとでも残ってなかなんね、うんうん、庭に土ないからこれやらはった時にな、うん、頼みましてあんだけ置いてもって、うん、もう置いてくれはっただけな、うん、土の匂いや立ってる摂氏と違う境に奥さん置いといてあげたいけどなって裏もんな、うん、ここだけはあかんわやっぱりって言って、うん、あのお大工さんのおじさんな、うん、知らないな言うて、うん、あんたけでも置いてくれはって、うん、ありがたいこと。すぐ着いたわ。え？うん。すぐ着いたわ。すぐ着いたわ。誰か来たね。うん、あの紅茶が置いてある。なあ、交換でくれたらいいな。なんで？お花を変えてないということは男の子がいい、ね、そうだね。透かしたらなんか見えねえな、ちゃんと、うん、字書いてあるの。あ、僕字じゃない、これなんか違反ね、中に、うん、これもあれがいて、うん、そうそうか、楽しいこともあったけど、おばあちゃんはあまんた孫やさかいにあれやけど、お父さんやら子供そういうふう言うたらいかんけど、お父さんからもう花咲くと思って、それでおばあちゃんは一生懸命やったから、うん、真剣くれあれへんだから、もう別れになったら真剣やらんちゃって、うん、もう親の権利やからな、それがもうそんなことは偉いことだし、おばあちゃん真剣みたいなのいらんさかいに子供くれちゅうたのがほんで3人お父さんと旅子と、うん、伝うと、うん、お父さんのあんたらのお父さんと3人取って話さなんだもん、うん、おばあちゃん絶対渡さんだもん、だからな家庭裁判所のあの時でもお父さんは卑怯で出てきやれへんねん、だからもう一切出てきゃらへんような人にはっちゅうて、うん、おばあちゃんに真剣取ったんや、うん、なんかお金も専門的にも、うん、大変やったんやけどな、子供はもう手放せなことで言ったんだからな、うん、であんたのお父さんの孫のことかな、孫ちゃん子供やんかな、うん、子供だけは話してるから、おばあちゃんの友達でも、もうやむをえずそれ話してきてはる人もあるけどな、うん、子供は頼まれもしないのに花を飾ってみたり、少しだけの自由はいつもそばに、頼まれもしないのに水辺に集ったり、本当のところ幸せを知っている感じ、頼まれも
しないのに寄り添って歩いたり小さいほど幸せは信じられる感じ気持ちいいなくてもいい花みたい赤いより赤い花の光可愛がってくれたらすくすく育つよ花と同じしょ、掃除しょ言ってもスルスル言うてスルスル言うもんな、うん、恥ずかしいからやと思うなんで結局結局スルスルできへんだ、うん、もうちょっと早終わりたらよかったね、うん、一人では決してできんから、うん、悲しいからよだったらあんた一緒にしたらええねそうや、うん、にええ言うてよからやかったんや。まあまあ私あんたも元気やったからな。うん、でまあええわまあええわになってたん、うん、こんないっぺんにやんたいわって思わないんだもん。そうやな、うん。ほんまに私ええわって言ったからな。うん、私もちょっともうがむしゃらすぎてな。うん一人で、ずっと一人でいたからな、うん、ほんまに一人で一人で、うん、いっぺんの脳袋いきなりって片手やろ、こうしてたらシュッシュッと行くけど片手やからこうなそれ一人で甘えてな、うん、誰に甘えることもなしに、うん、おばあちゃん一人で一人頑張って頑張ってきたから、うん、バチ当たったんやな、バチやない、治るって、うん、家の昼とあれちゃんとしだしたら、うん、今日この布団寝たからきっと明日身軽に治るわ、朝
その布団が今後、ね、今後、うん、呼んでくる、うん、朝な忘れてた目覚めるお布団がな、うん、あれやったから、うん、よかった。よくなる？まだ大丈夫？ほな、この手そーっとこうしてごらん。普通の形になれへんか？つかんでも。いや、背中ちょっと辛いからその方がいいわ。この方がいい？ついといた方がいい？片手つく？むせたね。よいしょ、もうちょっと。むせただけ。おばちゃん、布団あったかい？ん？お布団あったかい？え？うん。あったかい、あったかい。うん。なんか気持ちいいよ。うん。ちょっと足伸ばせるようになったしね。伸ばせるよ、こんな伸ばしてる。うん。足動いてんだ。やだ？うん。あ、おばあちゃん、あのな。ん？あさってちょっと仕事で東京の方出張やね。あんた、うん、いいな。なんかお土産欲しいのある？東京の方、俺もようわからんけど。東京か。うん。何でも食べたいよ。うん。私一丁。あんたもこの方一丁言うな。うん。うん、あの転ばんように行きなさいよ。気をつけて。うん。な。ここが息こうすると痛くなるの？息が今は今大丈夫。いや、だんだんとさ苦しようになってきてね、胸が、うん、だけど今はまだ来る。さっきはちょっと苦しい。苦しかった。いや、今はどうもない、うん、電話かける前はな、うん、気持ちよう眠たかったんや、うん。じゃあこのままやったらいいな思ったけど、うん、また目覚めてきたの、うん、電話したら、うん、おるし、あの眠かったら寝たらゆっくりね。でも電話せんとな、うん、このままずっと行こうか思ったけどな、うん、恵子さんとせいにはやっぱり、うん、会いたいしな、うん、で電話して間に合わへんな思ったけど、ちょっとこのまま死ぬか思ったけど死なんな。まだまだ大丈夫。さっきまたいいや。もうあんまり歩けへん、うん、もう歩けへんなってで、うんうんうん、明るくなるまでずっといるしな、うん、さっきまたあここ座れるぐらいになったらまた見えくるし、うん、今度香りが変わるわ。今お風呂入ってんねん。香り今頃今頃お風呂入ってる、うん、前にこんな遅いのか、うん、いや時間知らんもんな。今1時過ぎ2時前。あ、うんうん、私ってしぶといな。うん、うん、さっき眠くなった時に、うん、あのすっと気持ちよかったん。いや、そしたらまた朝目覚めてるわ。大丈夫、大丈夫や。朝また目覚めてる。大丈夫や、もう、うん、あの気持
強さがな、うん、普通と違うよ、うん、あのまま、またあのままやったら、うん、結構やわ、うん、でこれはちょうどコクが温まって、うんうん、ふわっと眠気と一緒になってたんやわ、ほんまに、うん、ほんまにやわと思ったのに、うん、そうか、もうおっしゃるけどもう赤いね、うん、もうだから行ったがいいにおうかんさん、やっぱり救急車、いや救急車も嫌よ、そんな治ったったんか歩けへんのないないおしっこまで取ってもらって嫌やわ、ほんまに先生です、もう心配せんでもスッと行けるわ、だけどやっぱり二人には会いたかったからな、うん、このまま会わんと行こうか思ったけど、うん、そうやったら恨むやろ、あんたら、うん、またね、夜が明けたら電話せへん言うてな、うん、言うたらいかん思って、うん、セイ君が怒るやろ思ったら、うんうん、なんで電話したいの、うん、よかった、忙しいのに言わない、うんうん、よかったよかった、最後のおトイレの時は戻ってきて、うん、っていう時が、うん、もう変わったようになったな、思ったもん、うんうん、
え、2日食べてへんねんな昨日からやろ。うん、昨日からやで。僕らが来た時もご飯あかんって言ってたからな。うん、何食べたい？何食べたい？おうどん、おうどん食べたい。あったかいやつ、あったかいわ、あったかいね。釣りさんのやつ。まじゅう。ありがとうな、うん、ちゃんと取らせてくれて、うん、ちゃんと残す、うん、ありがとうな、うん、
そうね。いやいや。忘れちゃうの。腰が痛い。助けてください。この自分の足を乗せて腰が痛い。腰が痛いですわ。自分、はい。呼んでくださいました。私のこと。ちょっと。避難所に行ったらかなんさか抜きますさかい抜くしこれ、うん、抜いたらあかんって抜きますさかい、うん、生がね、うん、生ちゃんがね抜いてしもてさかいねこれ抜くとき危ないでしょよう知ってるやろおばあちゃんこの間いっぺん経験したんや一瞬経験したことはちょっと忘れへん。びっくりしたことは。せやから、あんたもびっくりささんといて。うん、だからもう、びっくりしたことはもう、なかなか忘れへんしな。せやから、あんたもな、びっくりせんといてな。おばあちゃん、それ知ってんのよ。この間、おばあちゃんのな、あの、なんかの時やわ。このここ、講師の時かな。なんか知らんけど、おばあちゃんここあんたに入れられたやろ。あんた危ないちゅうのんで、このおばあちゃんが。道中でも酒の酒は危ないわ、言うた。せやからね、おばあちゃん。あの、あんた、もうおばあちゃんは、あれ以来ね、しみじみ、おばあちゃん自分の人生を考えたんや。ほんで、何をしたかなと思って、あの時おばあちゃん、スリラが好きやさかいね、スリラの真似したいのか思って、これはいけませんと思って、こんなことうかうかしてたら、恵子さんが大事困るやろ思って。恵子さん、困るっておばあちゃんしたんよ。入ったんよ、病院に。あんたが余らさと思って行ったんちゃうよ。ほんまに。恵子さんに分かってもらおうと思って行ったわ、おばあちゃん。おばあちゃんもちょっとしみじみ少しはなってるなっちゅうちょっとおかしいなっちゅうことおばあちゃん全然なってへんと思ってたんよ
おばあちゃんはそれぐらいぐらい自信持ってたからな。おばあちゃんそんななってへんと思ったんせやけども、せやけどもそうは言うてられんと思って、おばあちゃんはせやから自分の傘持って入ってなった姿怒ったらかなんと思ったから、おばあちゃんはあの入居することに決めたんや。場所もあんたたちの近くやしな、便利やしな、ざまかして連れて行けちゅうたしな、あんたら。せやろ、お姉ちゃんやるとざまかして連れて行くって言うたでしょ。だからもうざまかされてもなんでもいいですから、スムーズに連れて行って、あの藤人のお父さんみたいに振り回って出て行くとない社会に、あの人は嫌よ、はてはかに。せやからそれでもやっぱりどの暮らして連れて行かなしまなかったからな、連れて行った、そういうことでしたの。せやからね、おばあちゃんは周りからどう思われてるとこう思われてよ、もうやっぱり自分の正しい方を進まないかんと思って、それで生きたんですよ、うん、ほんであんたらに対してもおばあちゃん一生懸命自分のできる範囲で頑張ってきたつもりね。だ、うん、からその点はおばあちゃん自分は安心して運動できるわけ。それはあのご遺体の保存状態とかによりまして、あの自主体として、まあ、ご遺体を使わせていただくわけですが、それがあの無理な場合とかの場合でしたら早めに保育室としてお返しする場合があります。伸びる場合につきましては、学生実習以外に臨床の方の先生方が研究のために使いたい場合があります。その場合は、まあ、あの3年以上かかる場合があります。それについてよろしいですか。で一応ですね、あとあのこれからのご遺骨返還するまでの間に何か、他のご家族あるいはご親類、お友達の方とかですね、その方が大学の問い合わせがあっても一切受け答えできませんので、全て柴田恵子様ですね、はい、が、責任を持って対処してください。大学は一切それには関心しませんので、よろしいですか、はい。
続きまして、小藤利恵子殿。三社上、小藤利恵子殿。あ、分けるほどあるか。ちっちゃないでもいいや。こんだけや。あ、これがなんとかって言ってたんかね。なんか形したんがあるとか言ってたね。うん、こんな感じ。袋ね。うん。1個ずつ、3つ入れたらいいわな、うん、もう。あのお寺さんちょっとでいいって言ってたしね。うん、もうちょっとだ。これ。うん。うわ、ボロボロなる。でも白いやん。うん。ね。病気して。で、甘いとこ取ってくれてんやろうしね。うん、母ちゃん。うん、白に入れようか。うん、向こうにもあるし、これえらい白いね。うん、こうしとったらね。あとはこうしとこうね。うん、白いわ。いいか。うん、この前も撮ったよ、みんな分けるときにちゃんと、うん、喉仏ってあった？分からん、分からん、うん、ちっちゃになってしまったし、お待ちください。